占いの結果に頼らない。常日頃整頓していれば失せ物など問題ありません。特徴を言いなさい。はい、ビタミン X 続きからやっていきたいと思います。ビタミン X エボリューションプラス。なんか小吉でしたね。ちょっとやれや。ちょっとやれやって言われた。ごめんなさい、やります。すごい量になってるセーブデータが。はい、あ、そうだ、前回ね、チャプターが終わったとこでやめたんだね。今回11ですね。ビターな思い。ビタービターモナム。何、どうしたの。いつもあんなに騒がしい登場しかしないのに、何か悪いものでも拾い食いしたのかな。最低。今日の俺はいつもの俺とは違う状態。騒がしくないだけで、怪しくて変なのはいつも通りですけど。今月はマジだ。真実の愛を得ようとするとき、人は誰でも真剣になるものだ。アンダースタンド。壊れてるね、確かに。放っておけ。これはこの時期特有、おっさんの持病みたいなものだ。なんでこの時期？急に飛び出してこないでよ。お前が呼んだんだろうが。今何月だっけ？そういえば翼くん、センター試験の結果出たわね、おめでとう。思った以上の結果出したし、これなら大学入試も頑張れそうね。この俺にかかればセンター試験ごとき赤子の足をひねるようなものだ。ちょっと待って、赤子の足をひねるって怖くない？これ突っ込んだ方がいいでしょ。とても怖いもん。助かったな。マジなんでやねんって感じ。顎の手を握るようなものよ。よかった、センター入試でこの問題が出てこなくて。そうね。ところで葛城先生の持病って何のこと？それか、先生、今月は何月だ？あ、2月か。バレンタインね。2月といえばあれだ、バレンタインデーがあるだろう。なるほどね。このホスト教師は毎年のこの時期、バレンタインのチョコ獲得に躍起になる。さっきみたいな妙なテンションでな。なるほど、じゃあさっきの奇妙な呪文みたいなのって、一応いつもと違った形で愛を訴えているつもりらしいが、ちなみに節操はない。なんせ去年はこの俺にまでチョコをよこせと言いやがったからな。女の子だけじゃなくて男の子の翼くんに。こら坊ちゃま、バラすな。私だったら全然あげるけどな。節操がないのにも程があります。誤解だ。それに真壁、お前はお前でえげつないもんよこしやがっただろう。えげつない、欲しいと言うからくれてやっただけだろうが。スイートダーリン、俺の子猫ちゃん、聞いてくれよ。真壁の野郎、去年俺の家の前をチョコで埋め上がったんだぞ。ドアも開けられないくらいに大量で大迷惑だったんだ。正確にはおっさんが居候をしている大鳥先生のマンションの玄関の前にだな。そうだ、そのせいで怒った大鳥先生が俺をサブゾラに追い出そうとしたんだぞ。俺を宿なしにする気か。もともと宿なしだろうが。悪口の質が小学生なんだけど。人聞きの悪いこと言うな、おっさん。うるさい、お尻に毛根は。は、本当に今でもお尻に毛根犯が。真に受けるな、尻を見るな、想像するな。つい視線が下に行っちゃって。あら、肉だか、母親がイギリス人だった俺には毛根犯は出ていない。毛根犯ってなんだっけねえ、なんか、なんだったっけね。父親は日本人だが俺には出なかったな。でもよく知ってたわね、毛根犯なんて難しい言葉。もちろんだ、由来も知ってるぞ。毛根犯はアッシー人の幼児によく見られるものだろう。え、何、どういうこと。アッシー人って何。
ちょっと私わかんないんだけど。鋭いな。なんか可愛らしい間違いね。斬新な称賛だな。そう、この俺は言い間違いさえも可愛くて素晴らしいのだ。まあ、素晴らしい。うん。くそ、俺なんか大学まで猛虎班が取りなかったんだぞ。なんてけ、全く羨ましくない。ふん。木先生自慢してどうするのよ。本当よね。二人とも低レベルな内容で喧嘩しないの。確かに低レベルよ、本当に。他の先生方に聞かれたら恥ずかしいでしょ。くそ。こんな時は話題転換よ。うん。日直だ。日直の仕事してんの、ちゃんと偉い。うん。でもどんな風の吹き回し、今まで日直なんてめんどくさいって永田さんにやらせてたのに。気にするな。はは。チョコ欲しいの？わかった。わかったぞ。チョコ欲しいんだ。おい、おっさん。カンの見え見えだぞ。色ボケ坊ちゃまが。うるさい。その正体不明なエコーを切れ。うるさい。さてはお前もチョコ狙いだな。ヒット。ゲンちゃんナイスアンスは。全部お見通しだぜ。この銀次様の千里眼を見くびるなよ。大愚しかし、この男、銀次の目の黒いうちはそんな不埒な真似は許さん。俺は別にそんな理由で来たわけじゃない。いやいや、俺にごまかしは効かないぜ、真壁。まあでも大体男子っていうのは2月になったらそわそわするもんだからね。うん、仕方ないよね。しかし、お前の野望もここまでだい。なぜだろ、この銀次様のチョコは。おっさんのチョコ。え、そうだ、俺の愛の詰まった本命チョコは衣笠さんに捧げるからだ。まあまあ、だー、何マイラバーハニー。そう、気持ちだね。本当に考えのもちもちだね。鬱陶しい。もちもちだねって鬱陶しい。抱きつかないでください。警察呼びますよ。少しは落ち着け、おっさん。俺だったらまかり間違ってもおっさんのチョコなんぞいらんな。そこまで言うなら送ってやろうか。俺の恨みと憎しみのこぼったチョコ。しかしこれだけは覚えておけ、翼。俺へのホワイトデーには3倍返しだ。だからいらんと言ってるだろうが。特別に21倍返しでもいいぞ。増やすな。しかもさっきの5倍じゃないか。はいはいはい、そういうバカな話は後でしてくださいね。そうだよね。っていうか大体ね、ホワイトデーに3倍求めてる人ダメよね。いるよね、そういう人ね。ダメよ。おはようございます。おはようございます。さあ、カツラギ君は僕が回収しておきますから。真壁君、先生に用事があるならどうぞ。用事なんて何もない。え、絶対チョコじゃないの。邪魔をしにじゃないですかね。やっぱほら。さて、何でしょうね。てかさ、なんだろ、やっぱゆうたちゃんちょっとどんくさいじゃないわ。鈍感だよね。そしてバレンタイン当時早くない？予想はしていたけど、聖帝学園内は想像以上のお祭り騒ぎとなっていた。大丈夫？ゆうたちゃんチョコ持ってきた？朝から校内に漂うのは甘いチョコの匂い。どれだけのチョコが集まったらこんな匂いが？なんと思ったけど、一番の原因は B6。普段から B6 へのファンコールを惜しまない女子生徒だけじゃなく、遠巻きにしているだけの女子生徒、それに渋い顔でいつも B6 の悪口を言っている女子生徒、そしてごく一部の男子生徒までもが、B6 に向けて高卒ばかりにチョコを送ってきたのだ。もちろん B6 以外にも美形揃いの先生たちが集めたチョコもすごかったんだけど、とにかく2月14日のバレンタインでは見事に学校中甘い顔で素敵じゃない。私そんな空間にいたい。うるさいな。何
うるさいですよ。どうした先生、何なのこの騒ぎは。すごいな、服も髪もヨレヨレだぞ。ヨレヨレにもなるわよ。みんな入試直前だっていうのに、どうしてこんなに陽気にバレンタインを満喫してるのよ。当然だろう、今日はセントバレンタインだ。言い方よ、本当に言い方。翼くんも何陽気に、本当ね。自分たちの居場所でくつろいで何が悪い。外に女の子に混じってダチョウがいたのよ。え、ダチョウ？バレンタインなんだ。ダチョウぐらいいてもおかしくない。どういうその世界線なの？あれは生徒からじゃない。真壁の取引会社からのものだ。どうして会社の人がバレンタインダチョウ？バレンタインを隠れ蓑にした。このお礼のご機嫌取りだ。でもそれでどうしてダチョウなのよ。俺がリクエストしたからな。ダチョウなんで？動物超好き超ラブのはじめくのため。どうしてこの俺がわざわざダチョウをはじめに送ってやらねばならん。わざわざ送ってやらずとも、はじめはミミズ一匹でもめでられる得意体質だ。すごいな、ミミズなんてめでられないわ。ダチョウを送らせたのは、一羽いればいつでも純金が手に入るからだろうが。え、なんで？群れでいれば大金持ちだ。どういうこと？無知だな。ダチョウの卵は金でできているぞ。できてません。そんなこと。そうなの、すごい。じゃあダチョウの卵が大きいし大金持ちになれればね、この乗ってあげる方がやっぱいいよね。まあ、もともと金持ちなこの俺には必要ないものだがな。よし、担任にも一話やろう。気持ちは嬉しいけど、うちのアパートペット禁止、禁止とかそういう次元じゃないから飼えない飼えない。そういえば、うちのマンションでもさすがに邪魔だな。とりあえず校長室にでも放り込んでおくか。髪をむしらなければいいかな。ご愁傷様、ない髪の毛がもっとなくなるね。外にダチョウがいたぞ。なんだあれは。両手で抱えきれてないじゃないの。甘いものは嫌いだけどな、せんべいの方が良かった。意外に渋い趣味なのね。まあでもいいよね、うん、旬の趣味はじじくさいぞ。冬場は反転を着てこたつで丸くなるからな。バラすな。おい、外にダチョウがいたぞ。なんだあれ。もうみんなダチョウの話しかしてない。本当気にするな。あれは校長の髪をむしるために使わす大事な勇者だ。ならせっせとむしるよ。後で語りかけておいてやるよ。熱心に頼む。任せとけ。それよりもはじめくんもたくさんチョコをもらったのね。五郎も清春も水木も大量だったみたいだな。その3人はどこにいるの？今外でダチョウと女子生徒に取り囲まれて、主にダチョウと宿の時を過ごしてる。ね、大丈夫？ダチョウって結構乱暴者なイメージなんだけど。そういや外にクラス A の連中もいたな。なんで？帰れよって言ってやりたい。どうした？急に改まって。実は私からもみんなにバレンタインのチョコを用意してるの。ああ、そりゃ嬉しく、作ってなければいいのよ。買ったやつじゃないの？どうしてそんな硬直してるの？一つ聞く。それはまさかのまさかでお前の手作り。ちょっと待て真壁。俺はまだ答えを聞く心の準備ができていない。みんなそんなに手作りが良かったの？ということは買ってきたものなのか？そうだと言ってくれ。むどうして B6 のみんな私の手料理をそんなに嫌がるのかな。どう考えても自然な反応だろうが。そんなことありません。戸崎先生はこの間も私のお弁当喜んで食べてくれました。強い。チャレンジャーだな、モーさん。いや、勇者だ。美味しいって言ってくれたし。何？あのホスト教師、少し見直した。棍棒だけはあったのか。棍棒って何？ちょっと、それってもしかして根性？そうとも言う。そうとしか言わないの。
でもどうしてそこで根性なのよ。どっちにしたって失礼ね。しかしすげえな、あの人。筋金入りの女好きだ。そこまでお世辞を言えるのは一流だな。でもさ、チョコレートって作ってもまずくならないと思うのよ。溶かして固めるだけなんだから。まあなんかプラスで何かね、ちょっとペッペって入れたりはするかもしれないけど。そういう意味だ。あら、みんなして感じが悪いわね。もういいわよ、 B6 に作ってきた分は代わりにクラス生の岡崎くんにでもあげますから。やっぱり作ってるんじゃないか。でも岡崎にやるんなら、そりゃいい考えだな。歓迎して呼んでくるか。むか、もういいわよ、本当に何もあげないから。だが俺も先生用のチョコを用意してあるぞ。あらあらあら。でもまあほら、メンズがチョコあげたっていいわけだからね、別にね。日本では女子から男子へが当たり前だが、イギリスでは双方で送り合うものだ。あ、じゃあ私ってイギリス仕様だったんだなと思う、今までのバレンタイン。毎年毎年ちゃんとやってたから。バレンタインにも用意して、ホワイトデーも用意してね。え、2月と3月はもうちょっと経費がって感じだったよ、ほんと。まあ普通チョコは送らんが、そこは日本式に合わせている。そういえば翼くんはずっとイギリスにいたんだっけ。おっさんの場合は負の執念にまみれているから、不気味で送る気にもならんが、基本的に俺は毎年用意しているからな。さあ見てうなれ、ガディアで作らせた特注だ。きっとゴディバよね、違う。どうしたの、はじめくん。何ってことは、ああ今年もか。俺早退していいか、先生。俺もだ。できるなら現物を見る前に帰りたい。何、等身大翼チョコレートとか。それは別に食べたいけどね、私。翼のよこすチョコレートは確かにうまい。作らせた先だけはまともだからな。だが問題はその形。俺は翼の等身大マネキンチョコはもう見たくない。合ってたわ。俺には変なところで気を使われ、チョコレートコーティングされたせんべいだった。美味しそう。しかもせんべいでも真壁のマネキンだ。どういうこと。せんべいでマネキン作るの難しくない。しかも逸話はそれだけじゃない。いっそそのチョコがポーズでも決めていてくれたらまだ笑える。だけど違う、直立不動なんだ、その等身大真壁チョコは。でもよくない、別にね。それは想像したくないかも。俺はあれを最初に見た時、棺桶に入ってる翼かと思った。夜中に動き出しそうで怖かったな。仕方なしにライブハウスに持って行ったが、その後は先生の想像に任せる。でもとりあえずよ、砕いて食べちゃえばいい。溶かして食べ飲むとかさ、砕きゃいいの、砕きゃ。ご愁傷様でした。何をそんなに喜んでいる。もうすぐ自家用ヘリで輸送されてくる。自家用ヘリ楽しみにしていろ。もしかして去年桂木先生送ったチョコっていうのも。ああ、それなら翼の等身大のチョコだぜ。しかも去年のバレンタインは暖かかったから、ニコリ動かして、かなり恐ろしい有様だったらしい。それは嫌ね。うん、俺翼には友情を感じてるけど、あのセンスだけは愛せねえ。右に同じ。笑ってけど、これから先生も去年の俺たちと同じ目に遭うんだぜ。翼くんは確かに美形だけど、そんな全身チョコは私もかなり遠慮。私全然遠慮しないんだけど。ゴーゴーって感じ。これはもしかしてヘリコプターの音？俺は逃げるぞ。待て、俺もだ。あら、先生どこに行く。人間の胃袋には限界があるのよ。また一つ。翼くん型のチョコの相対積は、つまり太りたくないということか。大丈夫だ、それも考えて担任用のはダイエット仕様のチョコにして。優しい。優しくない。ついたみたいだな。でもさ、ダイエット仕様でも美味しいのかな。そのたまにあるじゃない、カロリーがないもののさ、ちょっとまずいやつ。そして結局翼くんの形をしたチョコを抱えて家に帰ることになった私。電車の中で注目の的となったのは言うまでもなく、桂木先生の恨みがちょっぴり分かってしまった。
ちなみに言った通り、クラス A の岡崎くんにチョコをあげた私は翌日、久世さんから非難されてしまった。岡崎が寝込んだのは私のチョコのせいじゃないと思う。え、寝込んだんだ、お疲れって感じ。同じくチョコをあげた桂木先生は翌日普通に学校に来ていたんだから。そうね。バレンタインも先週無事に終わったことだし。ていうかバレンタインスチールあると思ったらないんだ。本当は受験前にスタミナをつくお弁当でも差し入れたいところだけど、止められちゃってるのよね。あと私にできることって言ったら応援の言葉ぐらいだけど、どうしよう。ちょっと翼くんの様子を見に行ってこようかな。いない。ここだと思ったのに。先生、どうなさったんですか？あら。なんでここに？このプリントを持っていくよう、大鳥先生から頼まれたんです。ありがとう。翼くんを見なかった？真壁くん？さっき校庭の方に向かってるのを見ましたけど。なぜ校庭？ですが真壁くん、機嫌の悪そうな顔してましたよ。機嫌の悪そうな顔。明日真壁くんの受験日でしたよね。今になってやる気がなくなったんじゃないですか？そんなことあるはずないわ。そうよ。何言ってるの？だって先月受験するってちゃんと約束してくれたし。言っていることが 100% 信じられる相手かどうかは保証しかねますけど。あら、まあ香りったら。そうね、探しましょう。ほっとこ香りなんてね。ちょっと先生、プリントどうするんですか？なんかその辺に置いといてよ。ね、ここにもいない。よう、女教師ちゃんじゃん。なんなの女教師ちゃんって。翼くんを探してるんだけど見なかった？さっきバイクで帰るとこ見たぜ。本当に？うっそ。なんなのよ、ほんとパンチするよパンチ。また騙したのね。騙しやすそうな顔してっから、ついついってやつだろ。はあ、もしかして逃げられたんか。だせだ、だせ。そんな不謹慎なこと言わないで。そんじゃ今度はほんと壁はバカサイルにいたぜ。なんか気難しそうな顔してっから、俺はそのまま帰ってきちまったけどな。ま、せいぜい頑張れば。私この子と恋愛する未来って全く見えないのよね。なんだろうね。ああ、人ごとに機嫌が悪いって言われるなんて。何かあったの翼くん？また親？ちょっと親呼んできて倒す。私先生か。バカサイユ内に入ると浮かない顔した翼が一人で椅子に座っていた。それほど不機嫌には見えなかったけど、何とも言えない苦い表情が気になる。どうしたんだろう。もしかして本当に受験が嫌になったんだろうか。そんなはずない。だって翼くんは私と約束したんだから。なんだ、俺に何か用か？明日は受験の本番でしょ。だから翼くんを励まそうと思って探してたんだけど。そうか、わざわざ悪かったな。おかしい。どうして私と目を合わせようとしないんだろう。なんでそんな暗いの？なんでもない。うっそ、なんでもないって顔じゃないわ。何かあったの？もし、だ、もし、俺が受験をしないと言ったら。え？先生はどうする？どうして今まであんなに頑張ってきたのに。急に面倒になった。とか。そんなの嘘よ、それぐらいわかる。もしかしてまたお父さんの、ほんとや、あの父親さ、ほんと。いっそ、このまま卒業をやめてもいいな、とか。どうせ、一年留年しているしな。それも楽しそうだと思わないか？いや、ダメよ。一体どうしたの？何があったの？この一年、意外に楽しかった。最初は、すぐ諦めてやめるだろうと思っていたが、まさか。ここまで粘るとは。先生の顔には飽き飽きした。毎日毎日見る羽目になってな。そんな憎まれ口ばかり言ってる場合じゃないでしょ。聖帝を卒業したらもう先生の顔を見なくて済む。そして多分もう会うこともなくなるんだろう。まあね。翼くんの卒業、なぜかそれを聞いた途端目の前が急に真っ暗になった。ポケモンかな。嬉しいはずなのに、あれだけ頑張ってきたはずなのに、素直に喜べないような複雑な気持ちが胸をよぎる。卒業すれば会うこともない。そんなの当たり前。そう、当たり前のことだ。それはまるで降って湧いたまがまがしい出来事のように私の心に影を落とした。もし俺が受験も受けずに
このまま留年でもしたらどうする？何を言ってるの？それとも先生、俺の専属家庭教師にでもなるか？でもそれはいいんじゃない？別に給料は制定なんかにいるよりもずっと良くしてやる。そうだな、そうだ、先生は金では動かない。この俺が唯一動かせなかった人間だ。だから。お、じゃあ一体どうしたのよ翼くん。もう素直に言いなよ。素直にね、思ってることをね。悪かったな、困らせて。いや違う、ゆうたちゃんも気づいてよ。先生の応援しっかりと受け取った。違う、こんな笑顔いつもの翼くんじゃない。だって目が今にも泣きそうで、切なくて胸が苦しくなる。バカ、そんな心配そうな顔するな。大丈夫、ちゃんと受かってくるから待っててくれ。じゃあな。無情にも私の目の前で閉まる扉。その瞬間、今まで感じたこともない大きな不安が私の中に芽生えた。受験のことじゃない、勉強のことでもない、もっとシンプルなもの。翼くんとの別れをひどく悲しんでいる自分の気持ち。私は翼くんに近づきすぎたのかもしれない。追いかけたいけれど足がうまく動かない、声かけたいけれど声が出ない。その一歩踏み出せれば引き返せなくなるような気がして。そうね、まあ、でも生徒じゃなくなってしまえばな、恋愛しても別にね、いいわけだからね。あ、この月はスチルがなかったですね。はい、楽しいお勉強ですよ。激しく起こることを怒り浸透に何って言うよ。達する。え、嘘。何ショック、普通にショック。知ったかぶっている相手なんかに言う、聞いた風なこと言うなの聞いたを漢字で書くとどれ。陰険メガネに言ってみて。聞いたようなことを言うな。1じゃない、全然違ったんだけど。ちょっと待って、今月やばいやばいやばい。私国語が得意の予定だったんだけど。はなんて数えるか。はい、これは大丈夫よ。さあ、用意はいいですか。2つのサイコロを同時に投げたとき、うわ出た、合計が4の倍数になる確率はどのくらいですか。4の倍数、うわちょっと待って、3分の1、あ、4分の1だった。合ってたよ、私最初にこう押した方が合ってた。外れた。あーやだやだ。試験開始です。本当にやだ。 UNHCR とは日本語で知らないよ。国連の機関の略称のことですか。何それ。国際連経済社会理学会、国際連合人、はい、知らんな。違った。やばい、今月ピンチ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 、マジピンチ。1年間で除去できる地雷の数は。これマジで知らんねえけど、1年間で除去できる地雷 ?5 万個。10万個もできるんだ。なんという。ちょっとやり直させてほしい。清少納言が書いた作品のタイトルを知ってるかな。うわ待って、式部とかぶる、式部とかぶる、ちょっと待って、式部とかぶるんだって。平家じゃない、枕草子だった。いただきます。終わった。今月ダメ。表示で屋上を表す略語って、え F、 あ春だった。もうここまでいったら全罰でいいんじゃない。そう、ハーメルンの笛吹き男は何を退治するために町にやってきたんだっけ。うわ知らないな。子供連れ去るのは知ってるんだけど、子供連れ去る以外知らない。ライオン、ネズミだった。ね、待って、本当にやばい、本当にやばいやばいやばい。野菜を栽培するの菜の漢字はどれよ。オッケー。最低。当然だな。何か文句があるのか。
最悪、もう本当に最悪。今月ごめん。まだまだやね。まあでもかだから。てか、なんかあれですね、シンプルに終わっちゃいましたね。なんかいや、めっちゃ頭悪い私あとなんか全部ね、最初にこれだと思った方じゃない方を選んじゃうの私。いやでもこっちかなって方すると大体違うんだよな。嫌になっちゃうよね。でももう3月よ、卒業じゃない。 You're the one rose。 何気がつけば雪が溶け冬が終わろうとしていた。もうすぐ春、桜が花咲く、花開くのも間近。不安に思っていた翼くんの受験のことだけど、あの後約束通りちゃんと受験を受けてくれた。ほっとする気持ちと少し寂しく切ないようなこの心、この心のざわめき。そして時はとどまることなく流れ、卒業の日が近づいてくる。もう3日で卒業？嘘？早っ。ということでですね、今回一旦この辺で終わろうかなと思います。卒業したら終わりじゃないの？卒業、でもわかんないよね、付き合うってなったら卒業後なのかな。どうなんだろう。はい、ということで一旦ちょっと今回これで終わりたいと思います。バイバイ。